ハーモニクスアジャスター、セットアップ。ヒーリングコネクタ、8番まで接続。EEG 同調率、セルフモニタリング開始。ロブ、そっちにもデータを送るぜ。ああ、特に乱れはない。長旅の疲れは出ていないようだな。そりゃまあ、自分で操縦してコロラドまで来たわけじゃねえからな。向こうだってそうなんだろう。アサルト1よりオペラ単語へ。起動完了。各部異常なし。流星、リーゼの準備が整った。機体を起こせ。おう。よし、いい感じだ。ロブ、関節の最大可動範囲は前の時の 0.7% 減でいくぜ。いいのか、それで。ああ、ここで変な癖をつけちまったらあいつに悪いからな。ではこれよりアート1とアルトアイゼンリーゼによる RCM テストおよび特定条件下におけるモーションパターンデータの取得を行う。とはいえそれだけじゃ忙しいお前さんたちをわざわざこんなところに呼びつけた意味がないからな。流星、京介、二人で2ラウンドマッチをやってもらう。え？リーゼと勝負しろってのか？端的に言えばそうだ。 SRX 計画と ATX 計画の最新鋭機、そのどちらが上か言い争ってるラボのメンバーも多くてね。それで白黒つけろと。ああ、乗るかい？へっ、面白い。乗ったぜ。こちらも依存がない。決まりだな。第一ラウンドはターゲットデストラクション。制限時間内にターゲットを全機撃墜した方が勝ちだ。ただし目的はあくまでも RCM テストとモーションデータのサンプリングだからな。攻撃方法はこちらから指示させてもらう。そいつがルールってわけか。オッケー、こちらも了解した。ではラウンド1スタートだ。よっしゃ、行くぜ。アート1、こいつで決めてやる。 E リンクブレードナッカー。ここまで。リーゼの仮想ダメージがレベル5に達した。今回は流星の勝ちだな。さすがだな、流星。いや、まあアート1の性能のおかげさ。飛び道具が禁じ手だったら危なかったぜ。いつぞやと同じくいい勝負だった。二人ともご苦労さん。おかげでいいデータが取れたよ。今日はこれで終わりか、ロブ。ああ、すまんがテスラ犬まで機体を持って行ってくれ。すぐにメンテを行う。了解。どうした？なんだ、この感じ。どうした？テスト上上空に重力心反応あり。なんだって？ES ウェブ感知、次元測定値反転、マイナスを示しています。空間転移現象か。ですがエアロゲイター、インスペクター、シャドウミラー、そのいずれともパターンが違います。もしやアインスト、いやソーディアンか。何言ってんだ、あいつらもう。これは流星、京介、逃げろ。吸い込まれる。めぼしいものは何も見当たらんな。通信は繋がらねえ。どこなのかも不明じゃ。
正真正銘の迷子だ。マサキの気持ちが分かるような気がするぜ。あいつは地図があっても迷うだろうな。そりゃそうだ。にしてもさ、このコンビで動くのって珍しいよな。ああ、お互い背中を預ける人間は固定されていることが多い。この組み合わせに不安要素はない。へえ、それはこっちも同じ。どうした？Dリンクセンサーに反応。レイジの方向だ。とりあえずここは無人の世界ではないらしい。京介注意、ズームであの機体を見てくれ。英語のマーキングなら、この世界は。とりあえずあいつらとコンタクトを取ってみようぜ。おい、問答無用かよ。散開して迎撃するぞ。なんだ、あの戦艦、俺たちを助けてくれた。まだ味方だと決まったわけじゃない。そちらの2機、応答してください。あ、通信が。私はアークアルファ艦長、オータム4。これよりそちらを援護します。アークアルファ、援護？それだけでそちらを信用することはできん。情報が少なすぎる。ごもっともです。ですが、今は詳細を説明している時間がありません。そちらの意向がどうあれ、私はあなた方を援護します。援護って言ったって、責められてるのはそっちじゃないか。善処します。どうする、京介中尉。この世界の情報を得るなら、協力的なものからの方がいいか。俺が突破口を開く。お前はアークアルファの直縁に回れ。いくらリーゼでもあの数相手じゃ無理だ。そう、こんな時にサイバスターがいてくれりゃ。ああ、あとは任せな。何？クロ、シロ、このまま突っ込むぞ。分かったにゃん。マサキ、機種の引き上げ角度に気をつけて。ああ、サイバードチェンジ、サイバースター。お前どうしてここへ。それこっちのセリフだぜ。まさか京介と流星もこの世界へ飛ばされてたにゃんて。ともかく助かった、礼を言う。それよりそっちの船は。なんだ。四時方向、アンノーンの二つ向かってくるにゃ。
キングドゥさん、戦闘は終わったみたいですね。ああ、あの機体モビルスーツじゃないな。なんだあのロボット、ドクロマークをつけてやがるぜ。かっこいい。そう言うと思ったね。あいつらも敵か。待て、こちらに抗戦の意思はない。そちらと話がしたい。話？こちらアークアルファ、皆さんはこの世界へ転移してこられた方々です。転移？今からガイドビーコンを出します。皆さん本館へ着艦してください。お話があります。伏兵が…まずい、あれではアークアルファが狙い撃ちされる。オータムさん、すぐに解凍。なんだ、どこから撃ってきた。向こうだ。ガンダム、あの機体もしやグリプス戦役の時。あんたあの機体を知ってるのか。ああ、俺たちの時代より何十年も前のモビルスーツだ。ゼータに百式、それに見たことのないガンダムタイプもいます。彼らもこの世界へ転移してきた。マサキ、マサキしっかりして。あ、気づいたにゃ。大丈夫、マサキ。俺たちは、いや、他のみんなはどうなったんだ。待てよ、もしかしてここは。